お世話になっております、マサルです。今回は2024年1月から始めたオンラインコミュニティの活動報告です。オンラインコミュニティに興味があるけど入ろうかどうか迷っているんだよなという方は、ぜひこの動画参考にしてみてください。まずはどんなオンラインコミュニティなのかをお話しします。現在世の中には様々なオンラインコミュニティがありますが、私が運営しているオンラインコミュニティは成長したいエンジニアさんを応援するためのコミュニティです。少し自分の話になりますが、私が新米エンジニアの頃、勉強する気持ちはあるんだけどどうやって勉強すればいいのかわからない、何を勉強すればよいのかわからないということがありました。また中堅エンジニアになった時もうまくいかないことが多く、誰かに相談したり意見を聞いてみたいなと思うのですが、近くには相談できる人がいませんでした。そんな過去の自分と同じような問題を抱えている方に、ぜひこのコミュニティを活用していただきたいです。では次にコミュニティの概要についてお話しします。まずどんな参加者さんがいるのかというと、このコミュニティの参加者さんは何かしらの資格取得を目指して参加している方が多いです。エンジニアさんの中でもネットワークやサーバー、セキュリティなどに関わるエンジニアさんが多い印象です。現時点では日本中から80人程度の方が参加してくださっています。具体的にどのような勉強をしているのかというと、 IPA の試験対策として IT パスポート、セキュリティマネジメント、応用情報試験、情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト、 IT ストラテジスト、ベンダー試験としてシスコ系の試験、 Linux 系の試験、外国語として英語を勉強している方もいらっしゃいます。参加者さんはご自身のやりたい勉強内容をメンバーさん同士で情報交換しながら勉強しています。なお、ここに書いていない資格もご要望いただければ作成することも検討することできますので、何かご希望があれば私まで相談してください。次はコミュニティの仕組みについてです。コミュニティはプラットフォームとして Discord を利用しています。 Discord とはチャットや音声を使ったコミュニケーションツールです。チャットを使ってテキストでコミュニケーションを取ることはもちろん、音声を使ってコミュニケーションを取ることもできます。コミュニティに参加していただく方は Discord にも参加いただくことになります。なお、 Discord は無料で利用できるコミュニケーションツールです。 Discord の利用には料金はかかりませんのでご安心ください。次にコミュニティの特徴です。現在は IT の勉強をメインに活動していますが、勉強だけではなく横のつながりが作れるようなコミュニティにしていきたいと思っています。まずはオフラインイベントです。オンラインだけではなくオフラインの集まりも楽しいですよね。本コミュニティでは実習会を行ったり、懇親会を行ったり、ジムを貸し切って運動したり、横のつながりを作れるようなイベントを開催していきます。さらにキャリアサポートにも力を入れています。転職してスキルアップしたい、転職を考えてはいないけれども自分のキャリアを考えるきっかけが欲しい、そのような方も多いので、企業さんを招いて会社説明会をしてもらうことがあります。企業さんからも勉強会に参加する人は向上心があり好印象で採用しやすいという声をいただいています。つまり本コミュニティは IT の勉強だけではなく、皆さんに楽しんで成長していただけるようなイベントをたくさん企画しています。ぜひ勉強だけではなくイベントを通じて横のつながりや自分自身のキャリアも作ってください。それでは最後に参加方法です。オンラインコミュニティに参加する方は動画にあるメンバーになるボタン、もしくはこちらの QR コードから登録をすることができます。プランは限定動画を視聴するだけのプランと、限定動画の視聴とオンラインコミュニティに参加するプランの2種類があります。オンラインコミュニティに参加する方は月額1190円の限定動画視聴とオンラインコミュニティに参加、こちらのプランを選択してください。その後の Discord への参加方法はこちらの動画で詳しく説明しています。もしメンバーシップに登録したのにうまく Discord に参加できないという方は、この動画のコメント欄に質問していただくか、もしくは私の X に DM をしていただければ参加方法をお伝えさせていただきます。大人になるとなかなか交流の場所が限られて横のつながりを作るのが難しくなります。このオンラインコミュニティを通じて皆さんが楽しく成長できる場所を提供できたら嬉しいです。それでは皆さんとオンラインコミュニティでお会いできるのを楽しみにしております。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご参加お待ちしております。